皆さん、こんにちは。今回はドジャース大谷翔平選手の元通訳である水原一平容疑者が起こした銀行詐欺事件について最新の情報をお伝えしたいと思います。水原容疑者は2021年11月から2024年1月にかけて大谷選手の口座から約1600万ドル、約24億5000万円以上を違法なブックメーカーに送金していたことが明らかになりました。この間、水原容疑者は約1万9000回もの賭けを行っており、賭け金の総額は1億8290万ドル、約278億円、損失額は4070万ドル、約62億円にも上ります。これはプロ野球選手の年俸をはるかに超える莫大な金額であり、一体どのようにしてこれほどの資金を調達したのか、大きな疑問が残ります。しかし、大谷選手の口座から送金された1600万ドルを差し引いても、約2400万ドル、約38億円の差額が生じており、水原容疑者がどこからこの資金を捻出したのかが疑問視されています。SNS では、差額ってどうなってるんだろう、大谷さんに返ってくるのかなと不安視する声が寄せられています。果たして、この差額は大谷選手に返還されるのでしょうか、それとも水原容疑者の私的な資金源があったのでしょうか。真相の解明が待たれます。水原容疑者は大谷選手の信頼を悪用し、巧妙に犯行を重ねていたようです。大谷選手は日々のトレーニングや試合に集中するあまり、自身の財布を管理する時間がなかったのかもしれません。そんな大谷選手の隙を狙って水原容疑者は犯行に及んだのでしょう。また、水原容疑者は賭博疑惑が発覚する前から、大谷選手の会計士や代理人による口座確認を再三阻止していたことも判明しました。水原容疑者は、大谷選手が病気であるとか、プライベートな口座であり監視されることを望んでいないなどと説明し、口座確認を拒んでいたのです。会計士は大谷選手と面会する予定だったものの、水原容疑者が大谷選手は病気だとして面会に一人で現れ、大谷選手が口座の非公開を希望しており、利息や贈与はなかったなどと虚偽の説明をしていたそうです。また、大谷選手の代理人であるネズ・バレロ氏も、水原容疑者に口座について何度か問い合わせたものの、プライベートな口座であり、大谷選手は監視されることを望んでいないと説明されていたとのこと。バレロ氏は大谷選手に直接確認しなかったことについて、水原氏を信じない理由はなかったと話しているそうです。普段から大谷選手のそばにいる通訳として、会計士や代理人との連絡役を担っていた水原容疑者だからこそ、こうした行為が可能だったのかもしれません。大谷選手は水原容疑者を信頼し、任せきりにしていたのでしょう。しかし、その信頼は見事に裏切られてしまったのです。水原容疑者のこうした行動は、大谷選手の財産を管理する立場でありながら、その地位を悪用した許されざる行為です。プロ野球選手という公人である大谷選手の信頼を踏みにじり、私腹を肥やすために犯罪に手を染めた水原容疑者。その罪は極めて重大であり、法の下で厳しく裁かれるべきでしょう。一方で、大谷選手は今回の事件にどう向き合っていくのでしょうか。世間の注目が集まる中、大谷選手は平静を装っているように見えます。しかし、内心では深い悲しみと怒りを感じているに違いありません。長年連れ添った通訳に裏切られ、多額の金銭を奪われた大谷選手の心の傷は計り知れません。それでも大谷選手はプロフェッショナルとして、ファンのために全力でプレーし続けています。その強靭なメンタリティには心から敬服せざるを得ません。大谷選手は今回の事件を乗り越え、さらなる高みを目指して突き進んでいくでしょう。我々ファンはそんな大谷選手の背中を全力で押していきたいと思います。さらに衝撃的なのは、
水原容疑者が最後の悪あがきとして大谷選手に口裏合わせを依頼していたことです。韓国での開幕戦後、水原容疑者は深夜にホテルの地下会議室で大谷選手と二人きりで話し合い、借金の肩代わりをしたという自身の当初の説明に沿って口裏を合わせるよう頼んだそうです。英語で説明されたため大谷選手は完全に理解できなかったとされていますが、それでも疑念を抱き水原容疑者を問い詰めたのです。もはや犯行がバレるのは時間の問題だと悟った水原容疑者は、最後の手段として大谷選手に直接接触を図ったのでしょう。しかし大谷選手はこれを拒否し、すぐに代理人のネズ・バレロ氏らを呼んで窃盗被害を確認したとのことです。ニューヨークタイムズ氏はこの水原容疑者の行為を法から身を守るための最後のあがきだったと表現しています。大谷選手の毅然とした対応がさらなる被害を食い止めたと言えるかもしれません。一方でこうした事態に陥ったことで大谷選手の心境はいかばかりだったでしょうか。信頼していた通訳に裏切られ多額の金銭を失った大谷選手は深い傷を負ったはずです。しかし大谷選手はプロフェッショナルとしてこうした困難にも動じることなくファンのために全力でプレーし続けています。その姿勢には心から敬意を表したいと思います。水原容疑者は司法取引に応じる意向を示しているようですが、最大禁錮刑30年の可能性もあるとされています。犯した罪の重大さを考えれば相応の罰を受けるべきでしょう。また水原容疑者が今年1から3月に大谷選手の口座から約5000万円を支払い、ベースボールカードを大量に購入していたことも判明しました。連邦検察は訴状の中で水原容疑者にはこれらのカードを転売する意図があったとの見方を示しています。こうした身勝手な行動がさらなる波紋を呼びそうです。大谷選手は水原容疑者を信頼していただけに裏切られた思いは計り知れません。しかしこうした苦難を乗り越えさらなる高みを目指して突き進む大谷選手の姿に我々は勇気をもらえるのではないでしょうか。今後水原容疑者の裁判がどのように進んでいくのか、大谷選手がこの事件とどう向き合っていくのか注目が集まります。司法の場で真相が明らかになり、水原容疑者が罪に応じた罰を受けることを期待したいと思います。そして大谷選手には一日も早く平穏な日々が戻ってくることを心から祈っています。今回の事件はトップアスリートを取り巻く環境の危うさを浮き彫りにしたと言えるかもしれません。選手を支える立場にある人間がその地位を悪用し犯罪に手を染めるという痛ましい事態が起きてしまったのです。スポーツ界全体でこうした不祥事を防ぐための取り組みが求められるでしょう。選手とそれを支えるスタッフとの信頼関係を築き、透明性の高い環境を整備していく必要があります。大谷選手の事件を教訓に、より健全なスポーツ界の発展につなげていけたらと思います。この件に関しては引き続き最新情報をお伝えしていきます。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。